俺レベルの質の攻撃は食らったことないのかなっていうふうには俺自身思ってるんで、この前のまあメインイベントの2試合、俺の試合は絶対面白いです。もう俺がメインイベントです。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えていただけますか。心境は本当に日に日に早く試合がしたいっていうのがもう昨日あたりにピークが来まして、もう、まあ、今減量であと水を抜くだけなんですけど、もう今からでも戦いたいっていうぐらい初めてこんなに試合でワクワクします。はい、まあ、やっぱりやってきた準備 もうかなり、過去最高にトレーニングをしてきましたし、まあ、質もです、質も量も、あとはやっぱり自分が子供の頃から憧れであったヒーローであるブアカオ選手と試合ができるっていうので、もうどんどん現実味を帯びてきて、でそのやってきたことを出せるっていうのが楽しみで仕方ないっていう今は心境ですね。対戦するブアカオ選手の印象を教えていただけますか。やっぱりね、200-300cm 近く戦ってますし、本当にどんなタイプ、もういろんなタイプ戦ってきたと思うんですよ。まあ、スピードが速いタイプ、力が強いタイプ、前に出る圧力が強いタイプで、蹴りが飛びるタイプ、パンチが出ないタイプ、本当にいろんなタイプ戦ってると思うんですけど、まあ俺レベルの質の攻撃は食らったことないのかなっていうふうには俺自身思ってるんで、はい、そこで勝負をしたいなっていうふうに思ってますね。ではご自身でどんな試合の展開になるとイメージしているか教えていただけますか。まあいろんな展開があるんでしょうけど、俺の理想は電光石火です。3ラウンドしかないですし、まあ、5ラウンドぐらいなら全然全力で戦えるぐらいのスタミナと体作りはしてきたんで、まあ、3分3ラウンド本当に見ていてつまらないような試合には絶対ならないと思います。はい、今回試合順なんですけど、休憩の後すぐっていう状況、はい、デビュー戦でいきなりこの位置っていうのはご自身どう思われますか。いや、まあ妥当じゃないですか。やっぱ対戦相手もブアカオ選手で、まあ、世界のスーパースター、まあ、格闘技界のスーパースターですし、まあ、俺自身なんていうかな、多分ライジンも僕の試合の面白さを多分買ってくれてると思うんですよ。多分休憩明けてまたその緊張がほぐれて、こうよしもう一回見るぞっていう、この休憩明けの第一試合でこのアンポルキアを入れるっていうのはもう正解だと思いますね。純粋にこう応援する声と、例えばアンチの声もあると思うんですけど、はい、ご自身にとってその戦いに対するモチベーションっていうのはどちらがこう強く自分の中で影響を受けてますか。あ、本当にバランスよく2つから影響を受けてます。僕はやっぱり応援してくれる方たちの声を受けて、よっしゃもう1ラウンド頑張るぞという気持ちになりますし、でそれとは逆にそのアンプロキアは結局現役を過ぎた、なんていうかな、これ言葉は悪いかもしれないですけど、まあ、言われた言葉なんで、まあ、その親父狩りとかそういうことをこう言われるわけですよ。でそういうこと言葉を、まあ、やっぱり目にすると、なんていうかな、もうアンプロキア強さも目指さなくなったとか、そういうことを言われるとやっぱりそれがまたパワーにもなりますし、だからなんかな、なんていうかな、ただただその否定できないコメントとか意見をこう真に受けて、こうムカつくわってだけじゃなくて、絶対に見返してやると、それのおかげで結構練習がやりきれた部分も、まあ、実際はあるんで、だから、まあ、2つともすごく大事だなっていうふうには思いますね、僕は。 MMA はつまらないというような発言があって、まあ、そのライジンファイターも含めて結構賛否両論あったと思いますが、はい、それについては今も気持ち変わらずって。まあそうですね、そういう試合も多いなと思いますね。やっぱりなんかな、まあこの前の、まあ、メインイベント2試合にしても、まあ、似たような感情を思いますし、やっぱりもっと盛り上がる試合が見たいなっていう、まあ、これは別にファン目線ですけど、僕は MMA ファイターじゃないんでね、まあ、ただのファン目線ですよ、はい、としてはそう思いました。うん、立って戦った方が面白いなっていうふうには。はい、やっぱりこう前回 あのメインダブルメインを見て、こうあんまりこう見てて面白い試合じゃない。あ、そうですね、俺の試合は絶対面白いですね。まあ休憩明け第1試合ですけど、後半3試合僕がもう食ってるつもりでいるんで、はい、もう俺がメインイベントです。